寝ていたわけでもないし、考え事？何を？よくわからないけど、私だったら行く方を選ぶけどな。私はマージなんかで歴史を変えたいって思わないからね。だから引いて後悔するよりは精一杯頑張って後悔した方がいいと思う。またカカシみたいに考えていたでしょう。で、迷いは晴れたの？ここは一つメンパを送っておきますか。あれ、またまた珍しいね。話？今じゃダメなの？そう、うん、わかった。じゃあ待ってるね。起立！場所はどこにする？じゃあそうしよっか。誰もいないね。今日は何かな。エマちゃんお料理上手だもんね。昔は私ん家で一緒に食べていたのにね。エマちゃん気にしていたみたいだもんね。あ、やっぱり今日も美味しそう。食べよう食べよう。
ごちそうさま。なんだかそんなに経ってないのに二人でご飯食べるの久しぶりな気がするね。覚えてたんだ。何も言わないから忘れたのかと思っちゃったよ。それで話って？何を？恋人？私と京介が？困るよ、私。だって、ごめんね、京介。京介くん、どうかした？昼休みからやたらと元気がないけど。というか、通りちゃんとどっか行ってたの？今日は図書院に行く？別に悪いってこともないけど。あ、うん。お疲れ様です。
それじゃあ私はここで。あの、何があったかわからないですけど元気出してください。じゃあまた明日です。それじゃあ私も。だって京介いつまで経っても帰ろうとしないんだもん。けど冷え切ってる。ごめんね。
れていたりして。私らしい？けど、びっくりした。だって、待ってるとは思わなかったから。私も同じ気持ち。だって喋ることもできなくなっちゃうなんて嫌だもん。じゃあ今までみたいに付き合っていけるよね。ありがとうね、迎えに来てくれて。それもそっか。うん、それじゃあまた明日。なんだ、起きていたんだ。おはよう。眠そうな顔してるけど。それで自然に目が覚めたの？